あ、これ溺れそうよ、私。非常に溺れそうだから、ちょっとちょ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 、あ、溺れる、溺れる、溺れる。ああ。次。まあ、とりあえず、あっこに行きたいわけやんか、私。なんやった？ゾーラの里やっけ？そこに行きたいわけですよ。方向的には？こっちなのか？そうよ、ゾーラの里を目指して行きよったらね、この馬宿にたどり着いたけん。なんかあっちの方にもさ、あったよね。あ、この辺にも馬いっぱいおる。なんかこっちの方にもさっきさ、塔とか見えとったよね。さあ、行きますか。とりあえず私さ、今のところ全然馬を、あ、すげえ、崖の上にもおるやん。あ、違った。全然馬じゃなかった。なんか逆光ですごい馬に見えとったんやけど。とりあえずこっちの方に、ゾーラの里があるんかな。あれは？鳥か。あ、一応なんかさ、あれよね。私、食料とかがだいぶなくなってきたけん、やっぱ野生動物を見つけたらバッサバッサと倒していった方がいいかな。肉をね。肉を捕獲せねば。あれは何やろ？あの建物。これこれ、なんか、特になんでもないんかな。なんでもないような気がする。ほら、あっこの塔にも登っておかんと。お、これは、里までもうちょっとか。なんかこの辺デクナッツとかまた出てきそうな気がする。ね、こういう感じの場所。これは何？雨宿りする場所？お、何これ？剣草。早めにあると鋭い棘が特徴の薬草。一時的に筋力を増やす。特殊な成分が含まれていて、料理に使うと攻撃力が増える効果が発揮される。へー。何あれ？あー、ほら。ね？だから言ったじゃないか。いそうだぞ。え、びっくりしたんだけど、めっちゃびっくりしたんだけど。何？君走ってくるの？やめてよ、一発だけどさ。どこ？お前か。てい。た。なんかスイカみたいな頭してるな。待って待って。オクタの目玉、オクタっていうの。オクタ族から取ることができる素材。薬にしたり、お店で買い取ってもらえるが、別の使い道があるとも噂されている。何その噂、知りたい。オクタ風船、オクタ族の浮き袋。強い浮力を持つので、この風船をくっつけられたものは宙に浮き上がる。抱え持ってから置いて当てることでつけられる。なんだ、それはどういうことだ。ちょっとよくわからねえ。とりあえずなんかすごいびっくりした。動くんだね。その場にいるだけじゃないんだね。オクタの足、オクタ族から取ることができる素材。実は酸味がとても強く、食用には向かないが、薬の材料としては重宝されている。てか、デクナツじゃないんだね。オクタって言うんや。タコですか？へえ、違う違う。木に登りたいわけじゃないの。ふう。てか、多分この辺いっぱいいるよね。ね、多分この辺いっぱいいるでしょ、そのオクタとやら。びっくりした、蝶々か。じゃあ、そういうの警戒しながら進んでいかんとね。まあ、どう警戒したらいいかよくわからんけど。ちょっと、何？どこよ、今度は。ああ、そこか。どこ？どれ？これか。あれ？なん、こいつでかくね？ねえ、なんかすげえでかくね、今の。大きさも様々なのか。で、何？ここなんて言った？ちょっと場所の名前がせっかく出たのにさ、あいつのせいで見えなかったじゃないか。くそー。なんちゃらかんちゃらなんちゃらって書いとった。 何一つ分かってないけど。何何何？何かしら野生動物の動きが。なんかすげえ吠えたよね。あ、あの辺なんかいっぱいなんか生えとるよ。なんかしか言ってないけど。とりあえずなんか遺跡ってことかな、ここは。遺跡。お、剣草がいっぱい。マックスラディッシュ。お、いいやん、いいやん。ん？てか、方向を間違えちゃいかんね。いろんなことがありすぎて、なんかちょっと、よくわからん感じに。どんぐりも回復に使えるんやっけ？お、なんか音楽が変わった？
あっち側、あ、ここを越えていけばいいんかな。なんか新しい敵とかも出てきそうよね。怖いわ。あ、びっくりした。敵かと思った。葉っぱか。あ、あれ塔じゃない？おー、あったよ、塔。やったね。目的地周辺にこういう塔があってくれたらね。ワープの役に立つから。え、何？人？あ、なんか、ボコブリンに。え、向こうにもおる。おい、こら。こっちを向けよ、ボコブリン。あ、てや。あ、鉄のハンマーが壊れそう。てや。このボコブリン強くね？いや、つ、あ、つ、え？あれ？壊れた？ってことは次は兵士の剣で。何？誰？どうした？大丈夫？なんかどこかで人がやられてね。どこ？あーって言ったけど何？大丈夫なの？人は？何？その辺に死体転がってないだろうね。ああやべえ、気絶してる。気絶してるよ、あの人。よし。お、新しい武器？トゲボココンボ。激戦した素材で作られた特別なボコブリンのコンボ。尖った骨が当たるとかなり痛い。大丈夫でしょうか？ん？あ、大丈夫？大丈夫？君。なんかすごいフラフラしてるけど、危なかった。あいたたた、もう巡ったら、ちゃんと周りを警戒しといてって言ってたのに。でもマックストリフのためにはこんなことではへこたれないんだから。いや、モンスターに、やられかけたのよ。大丈夫？え？てかもう一人は？あ、なにこいつ、なんかちょっと違う。え、ねえ、今までのさ、なんだった？名前忘れてた。チュ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 。今までのチュチュとなんか違くね？見た目。でも取れるのはチュチュゼリーだな。え？何なんだ？え、あの人は？消えた？マックストリフ探しに行ったの？モンキだな。この辺モンスターいっぱい出るよ。あ、おった二人。私はこんなところでキノコを取ってたら命がいくつあっても足りないって言ってたのよ。なのにお姉ちゃんったらすっかりキノコがお金に見えちゃってるみたいで。なるほど。いいから早くキノコを探しなさい。マックストリフが見つかるまでは帰らないからね、メグ。ひえ、かわいそうに。お姉ちゃん鬼だな。頑張ってね。もう私遠くに行くけど大丈夫かな。またしても狙われたりするんじゃないの。トゲポココンボをこんなところにも。さっきやっつけたやつのかな。ということは何かしら。ガーディアンランス。こっちの方が弱いよね。ってことでちょっと。あ、すげえ光り輝く。はっ、てやー。はい、トゲボココンボを拾っとこ。んで、兵士の剣に持ち替え。じゃあ私は塔を目指していくけどいいんだね。いやー、ああいうのっているんだね、いっぱい。大変やね。なんか普通に一般の人たちが狙われよるのって新鮮なんだけど、見てて。塔どこ？なんかさっきまで見えてた塔がなくなったんだけど。森の中に入ったけんちょっとよくわからんなったんかな。すごい南国みたいな感じやけど、あれ私が生きよるのゾーラの里で会っとるよね。あ、人？あれ人じゃね？こんなとこにもまた。え？なぜか物に襲う。こんなとこまで来たの？ほら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 。高原の前戸の近くで襲ってきた物は今でも夢で見るほど恐ろしい奴らでした。すげえ、ちゃんと移動してるんだね。あれやんね、高原の馬宿のとこで、馬に乗ったボコブリンたちに追いかけられよった子やろ？へえ、ちゃんとこういう、歩いていった先にいるんだな。面白いね、オープンワールド。とりあえずなんかこっちの方向っぽいけど。え、あの塔は？塔がなくなったよね。なんかすげえ平和な音楽流れてるけど。でもなんか向こうっぽいね。目的地は。お、なんか風が強くなってきた。とりあえず向こう岸に渡ってみようか。
行きまーす。あ、降りてく降りてく。ちょっと待って、この辺でじゃあ一旦降りようか。さ、なんか風に流されそうやし。よいしょ。何この辺。え、めっちゃキラキラしてんだけど。これ壊せるやつ？ってやって。おお。壊してよ。火打ち石。金属の武器で叩くと火花が出る。携帯型の火種。マッキーの束を近くに置いておくと焚き火を起こせる。一回で壊れてしまうが冒険にはとても役立つ。へえ。これは金じゃないの？トッパーズ。ハイラルで取れる貴重な鉱石。うん、お、鉱玉とも呼ばれ、電気の力を秘めると言われる。古来より高値で取引されてきた。おお、いいね。電気の力。なんかこういうのさ、武器に使えるんじゃない？武器の強化とかさ、そういう感じの。なるほどね。こういうところから鉱石が取れるんや。あの、前に誰かが言おったさ、あ、間違えた。あ、違う。トゲボココンボだ。てやてやてやい。お、なんかまた新しいの。岩塩。大昔の海の塩が結晶化した、美味しい料理には欠かせない調味料のもと。そのままでは食べられない。食べられんのか。まあ、塩だけ舐めてもねって感じか。え、この上登れます？あ、一応登れるか。よいしょ。え、登れる？あ、登れた登れた。たどり着けるよね。そこまでた、ん？高いかな。いや、いけるさ。いけるいける。大丈夫大丈夫。元気があれば何でもできるはずやけん。この木の猫邪魔やな。何？崖に生えてんのか。こっち側までひとっ飛びって思いよったのに。やっぱ同じ高さやって。同じ高さじゃ無理か。ちょっと低いところに行くんじゃないと。あ、たどり着けるか。あとちょっと、あとちょっと、頑張れ。頑張れ、頑張れ。あ、いけた。おっしゃい。こういうのってさ、上がった途端にモンスターにやられたりとか、ありえるよね。怖い、怖い。しかもなんかこの辺さ、うっそうとしてるけん、どこで何が動き出すかわからんよね。剣草ゲット。あ、こっちの方向？ほうほう。もうちょっとかな。あっちか？え、ここ絶対流されるというか、絶対死ぬ場所じゃね？ということはだ。ここであれだね。アイスメーカー。シャキーン。さあ、渡っていきますよ。はっ。ああ大丈夫？何？どういう状態今？あ、上がってた、上がってた。ああ、助けて。助けて。う、助けて。何？どういう状態だよ、今。見えねえ。え、ってかさ、落ちても別にゲームオーバーとかならんかったけど。もしや、普通に行けるとか。いや、でも、時間が経ったらダメなパターンかもしれない。よし。頑張って進みまーす。地道でも確実な方法で行こう。ね。ちょっとずつ進んでいくよ。よいしょ。ほらほら、こっちの方が絶対、ああ！壊れた。壊れた。ああ、頑張って流されないで。滝だからここ。よし。泳げたわ。まあ、でも、あれ絶対、全部は泳ぎきれんかったと思うけん、途中まででも、氷で行ってよかったー。なに？岩ロック誰これは。普通に岩ロックなんですけど。兄弟は？これなんか頭の上にあるさ。頭の上にある。何？どこ？あ、しがみついてる、しがみついてる。なんか黒い岩を叩かんといかんかなんかってコメント欄で見たよ。これだね。登れる。これこいつの上にいる間は大丈夫なのね。とりあえず。これを壊せばいいってこと？あ、壊れそう。琥珀落ちてきたんだけど。イエーイ。あ、壊れた、壊れた。クリティカルヒット？ウェイ。待って、落ちるから。落ちたから。いやー一発っすか？いやー一発ー。しかもなんか超動いてんだけど、ゼルダ。ゼルダじゃない、リンク。リトライする。
へえ、岩ロックあんなんなんや。さあ、そして何？どこだ、ここは。ああ、ここかい。ここかい。早速かい。ちょ、待って。はい。登らして、登らして。ねえねえ。ねえってば。ああ、危ない、危ない、危ない。私危ない。うう。動き出したときに、ちょうど真上におれば、そのまま持ち上げてくれるってことかな。ちょっと試してみよう。さあ、来いよ。どれ？この岩か？ダメじゃねえかよ。ちょ、待って、一旦待って、一旦待って、一旦ちょっと、ふんふんふん。当たったー。難しいんかな、やっつけるの。強い武器でいた方がいい。その場におってもなんかダメみたいやね。ツルツル滑って登れんっぽい。けん、ちょっと離れたところに。ああ、落ちた、落ちたー。助けてー。溺れるってば。おい、怖っ。ここ怖っ。あそこに落ちれば大丈夫なんかな。よいしょ。ああ、パラセール助かったよ。見えねえから、滝の裏側。どうすればいいんだ。あ、すげえ、ちゃんとああいう飛び込みの方があるよね。あ、何あれ、あれじゃない、コログの妖精っぽくない？ああいうさ、ちょっと怪しい場所は調べたら、コログの妖精がきっと、なんかあれ橋かかってない？あれで安全に渡れるんじゃないの？そしてなんだあれは。宝箱かもしや。違う違う。マグネキャッチ。違うね。違うね。でも何かしらはありそうよね。よいしょ。あ、これ宝箱か、普通に。なんやろ、中身。ビッグブーメラン。お、すげえ。両手で振るう必要があるほど巨大なブーメラン。狩猟用だったものを戦闘用に改良しており、湾曲した内側に刃がある。扱いが非常に難しい。なんかあれやね。なんて言えばいい？この辺のも、普通に、開けられるってことかな。両手で扱わんといかんのか。めんどくさげだな。開けれる？これ。ん？開けれないの？普通に足場ってこと？これもしや。ちょっと上に登りたいんだけど。あ、登れないの？あ、これ溺れそうよ、私。非常に溺れそうだから、ちょっとちょ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 。あ、溺れる、溺れる、溺れる。ああ。なんてことだよ。あ、ここからね。オッケーオッケー。待って、竜が。どこに行けばいいんだろうな、これは。ほい。やっぱ敵かい。やっぱ敵なんだね。近くにいたら攻撃されちゃうのね。なるほど。ここで私は一体何回死んでるんだ。とりあえず、あっこの橋を渡っていった方が多分安全なんだろうなと。方向的にもほら、そうやん。あれ多分あれだよ。里に行くための橋だろう。多分。多分。とりあえず泳いで、あの木の根っこのところにたどり着きたい。あの木の根っこから上がれそうな気がする。え、待って、何？なんか攻撃されるんじゃないだろうね。あれ敵だよね。多分なんか見つかってないんかもしれんけど。え、これたどり着けなくね？あー、たどり着けね。あれ多分奥田ってやつやろ。ほら。あんなところにもいるんかい。身動きが取れねえ状態だな。やっぱあっこの上に行くしかないってことかな。くっそー、頑張るか。とりあえず、よいしょ。とりあえずあっこの崖を登っていくしかないってことよね。一旦ちょっとここ上がらして、よいしょ。で、体力を貯めてからの、あっこのすぐ上があれないよね。
あれに乗ってそのまま浮かんでいけばいいってことなんかな。ポンって乗れるのか、まずあれ。ちょ待って、はい、上がらして上がらして。でも多分そういうことじゃないの。なんかちょっとずつちょっとずつ流れ寄るような気がせんでもないんよね。攻撃してきた、攻撃してきた。ちょこれ、ちょやめてくれないかしら。危ないって。ああ溺れる。岩ロックのところに復活させてもらった方が良かったな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。